テミンは、韓国の歌手、ダンサー、俳優、アイドルグループシャイニー及びサプレムのメンバーである。2008年に韓国でデビューし、2011年に日本デビュー。身長176センチメートル、B 型。カトリック教徒で洗礼名はフランチェスコ。グループ活動については、シャイニー来歴へ。ウルトラミュージックフェスティバル2013アニの影響で8歳で、 ダンスをはじめ、韓国のアーティストや、マイケル・ジャクソンが歌い踊る姿を真似する、少年時代を送る。12歳の時に SM エンターテインメントのオーディションを受け練習生となる。2008年5月25日、シャイニーのメンバーとしてデビュー。当時15歳のグループ最年少で、K-POP 界のマンネとして話題になる。デビュー当時は、編成期だったこともあり、ボーカルレッスンも受けられなかったが、 ダンスのエースというポジションを与えられる。2012年、KBS の音楽番組、不朽の名曲にで、初めてソロステージを経験。さらに、韓国版、ドラマ、花盛りの君たちへの OST にソロアーティストとして、初参加する。音楽活動以外にも、2009年にシットコム、テヒ、ヘギョ、ジヒョンで演技に初挑戦し、その後もドラマ、 三章王同士と恋、まじないなどに出演。2013年には仮想結婚バラエティ、私たち結婚しましたに出演し、A ピンクのソンナウンと歴代最年少の初恋夫婦として注目を集め、MBC エンターテイメントアワーズで今年のスター賞を受賞する。2014年、東京の赤坂アクトシアターにて上演された、宮デミュージカルに初挑戦。 コリアミュージックフェスティバル2015-2014年8月18日ミニアルバム ACE でソロデビュー。タイトル曲は回答。所属事務所の先輩である東方新規のチャンミンが作詞とコーラスで参加。さらにプリティーボーイでは同じグループのメンバーであるジョンヒョンが作詞を務め、エクソの会がフィーチャリングで参加した。 2016年2月23日発のフルアルバム、プレスイットが発売。タイトル曲、プレスユアナンバーは、2011年、2014年、2016年と、グラミー賞を受賞した世界的有名歌手、ブルーノ・マーズと、有名、プロデューサーチーム・ザ・ステリア・タイプスの共作による、アーバン・ポップ・ダンス曲で、テミンが初めて作詞を手掛けた。日本、ベトナム、台湾、 シンガポール、香港、タイ、フィンランドの iTunes 総合アルバムチャートで1位を獲得。発売初週で72,563枚を売り上げ、ハンテをチャートにて2週連続1位獲得した。2016年のテミン2016年6月23日、ユニバーサルミュージックがテミンの日本ソロデビューを発表。これを記念し7月18日にテミン。 プレミアムショーケース、さよなら一人を開催。7月27日、ミニアルバム、さよなら一人で、日本ソロデビュー。世界的ダンサーでもある、菅原小春が振付を担当した。2017年7月1日2日、ソロアーティストとしては、初ステージとなる、テミンザファーストステージ日本武道館を開催し、両日合わせて2万8千人を動員。7月2日のステージは、 ラインライブを通して生中継され、約32万視聴、約920万のハート、コメント約1万5千件を記録。その反響を受け、一部楽曲のステージを7月8日から24日、期間限定のアーカイブ配信が行われた。デビュー以来、シャイニーの振り付けを数多く担当してきた中曽根里ノがソロ公演の舞台演出監督を務めた。七月十二日、 日本武道館の舞台裏を記録した24分間のドキュメンタリー番組ドキュメンタリーオブテミンがラインライブにて放送された。11月には公演を映像化したブルーレイ DVD テミンザファーストステージ日本武道館が発売された。8月25日から27日、ソウル市のオリンピック公演オリンピックホールにて韓国で初めてのソロコンサート オフシックが開催された。当初にレイズ公演の予定であったが、チケット全席完売を受け追加公演が決定し、1万2000人を動員した。2009年発表のシャイニーの楽曲、ロメオ・ジュリエットを改めてソロで披露し、日本オリジナル曲のフレーム・オブ・ラブ、ドゥイット・ベビー、アイ・アイム・クライング、タイガーの韓国語バージョンや、未発表曲のライズ、サーシティ、 ラブを初披露した。演出は SM のパフォーマンスディレクターであるファン・サンフンが務めた。10月14日15日には会場を松白山室室内体育館に移し、オフ、シック、オン、トラックと題した2度目の追加公演が開催された。11月19日25日から26日、オフ、シック、オントラックインジャパンと題した日本公演が 横浜アリーナと神戸ワールド記念ホールで開催された。2017年7月18日、日本でセカンドミニアルバムフレームオブラブを発売。ジャケット写真は写真家、蜷川美香が手掛ける。タイトル曲の振り付けは前作に引き続き菅原小春。7月3日にデジタル先行配信されると、日本の iTunes 含む、 全7カ国のアルバムチャートで1位を獲得し、7月17日付け、オリコンデイリーチャートでも1位を獲得した2017年9月8日より、アマゾンプライムビデオの日本オリジナル作品、ファイナルライフマイナスアス、君が消えてもに出演し、日本のドラマ初出演。松田翔太と W 主演し、テミンの新曲である、What's This Feeling が主題歌になり、挿入歌には、 アイアイムクライングが使用された。10月16日、2枚目の韓国フルアルバム、ムーブが発売され、世界同時発売されたアルバムは、フィンランド、ペルー、日本、インドネシア、香港、台湾、シンガポール、マカオ、マレーシア、タイ、フィリピン、エルサルバドルなど世界12地域の iTunes 総合アルバムランキング1位を獲得し、スウェーデン、オランダ、トルコ、ロシア、 ブラジル、メキシコ、チリ、ベトナムをはじめとする20地域でトップ10にランクインした。2018年11月28日、日本で初めてとなるフルアルバム、テミンをリリースした。ニーホースドリームコンセール2018-2018年12月に、シャイニーのリーダーである、オニュが入隊したのをきっかけに、テミン以外の他のメンバーも立て続けに入隊し、 メンバーたちが帰還するまでの間テミンはソロ活動を続ける。2019年8月10日から12日にかけて日本で初の全国ソロアリーナツアーテミン ARENA ツアー 2019X を開催し13万5000人を動員。8月28日には3枚目となるミニアルバムフェイマスをリリースし先行デジタル配信では 世界各国12カ国の iTunes アルバムチャートで初登場1位を記録し CD が発売されると9月9日付のオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。また2019年8月8日には SM エンターテインメントがアメリカのキャピトルレコードと共同でテミンをはじめとする SM 所属のエクソの会、ベクヒョン、NCT のテヨンとマーク、ルーカス、 店で結成した7人組の連合グループ、サプレムの結成を発表した。10月4日、ミニアルバム、サプレムで全米デビューを果たした。12月には1年の締めくくりとして、ソロコンサート、テミンに n d コンサート、T100 万1101インジャパンを開催し、28日29日には、横浜アリーナ、31日には、大阪城ホールで地震発となる。 カウントダウンライブを行った。2020年3月、ソロコンサート、ネバーゴナダンスアゲーンが3月13日から15日に、オリンピック公演、SK ハンドボール競技場で開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、延期が発表された。9月7日、3枚目となる、フルアルバム、ネバーゴナダンスアゲーン、アクト1をリリースし、 11月9日、ネバーゴナ、ダンスアゲーン、アクト2に続く2作目、ネバーゴナ、ダンスアゲーン、アクト2が、iTunes トップアルバムチャートでアメリカをはじめ、日本を含む、世界31の地域で1位になり、45の地域でトップ10にランクインするなど、グローバルチャートを席巻した。2021年3月、TVN ドラマ、 ナビレラそれでも超は舞うマイナスのエンディング曲、マイデイを担当。2015年にドラマ、恋する、ジェネレーションで、ジョンヒョンと歌った、その名前以来、6年ぶりの OST 参加となった。シャイニーの他のメンバーが除退し2021年2月に、シャイニーでの復活を果たした後、4月19日、V ライブによる配信にて、テミン本人から、陸軍軍楽隊に志願し、兵務長から、 合格通知を受け5月31日に入隊することが発表された。入隊前の5月2日にはオンラインソロコンサートビヨンドライブテミン NGDA を開催し5月18日にはサードミニアルバムアドバイスをリリース。iTunes のトップアルバムチャートでは世界41カ国で1位を記録しガオンチャート週間リテールアルバムチャートや ハンテオなど韓国のアルバムチャートで1位を記録した。2021年5月31日に入隊し、中世南道論山史にある陸軍訓練所に入賞した。2016年の手民芸能活動のため中学で転校し、転校先の生誕中学校を卒業。中学生時代の2007年には北京に語学留学していた経験がある。 生体高等学校を中退し、編入先のハンリム芸術高等学校を卒業。2013年から明治大学校で映画ミュージカル学科を専攻した。特技はピアノ、ダンス。趣味はサッカー、バスケットボール。ザウの名は人事を尽くして天命を待つ。ダンスの申し子と呼ばれるほど高いパフォーマンス能力を持ち、努力の天才とも呼ばれている。 子供の頃はマイケル・ジャクソンに憧れ、公園でスムーズ・クリミナルのゼロ・グラビティを真似し、独学でポップダンスを踊る少年時代を送っていた。テミン自身が韓国の後輩アイドルのロールモデルに挙げられることが多く、テミンがまたロールモデルだねという意味のテムトロールという造語が存在する。物静かな性格だが天然な一面があり、すぐ物をなくしたり忘れ物や、 多いことからメンバーからはマジックハンドと呼ばれている。ファンの言葉を直接聞きたいと考え、韓国語の他に日本語、中国語、英語を話す。エクソの回とは練習生時代からの親友で、回を含めたホチャットの破損ン,ン、BTS のジミン、ビクスのラビラと親友関係にある。レギュラー番組のみ、ありがとうございます。